誘導員の後ろ1番の門馬、後方から7番の北村上がってきました。北村がスーッと前に上がって門馬を抑えるか、いや一旦ここは北村は車を下げていきました。1番の門馬が前に踏もうというような感じの構えを見せています。バックストレッチ、誘導員をかわした1番の門馬、2番手の位置6番の鈴木と2番の山崎が並走、そして山崎の後ろに5番の長勝寺がいるような感じになっています。後方じっくり様子を見ているのは7番の北村、現在は8番手。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。1番の門馬ペースを上げました。2番手ですが6番の鈴木と2番の山崎で並走、そして山崎の後ろに5番の長勝寺という体勢になっています。バックストレッチまくってきたのが7番の北村、しかし中段あたりで車が出ない。1番の門馬が先頭です。2番手の並走まだ続いている。6番の鈴木もまだ頑張る。さあ2番の山崎が少し遅れたか。4コーナーから直線、門馬が先頭、2番手6番の鈴木を守った。1番の門馬ゴールイン、2着6番の鈴木、3着9番の相澤。